路線図主分岐点ここで、トルキスタン・シベリア鉄道は、カラガンダ、ヌルスルタン、ペトロパブルなどを結ぶカザフスタンの幹線と連絡する。トルキスタン・シベリア鉄道は、中央アジアとシベリアを結ぶ鉄道。トルクシブと略される。機関は、ロシア式の後期で 1520mm。ウズベキスタンのタシュケントとシベリアのノボシビルスクを結ぶ。タシュケント北方のアルスで、 トランスアラル鉄道から分岐して北東に進み、シムケント、タラズ、キルギスの首都ビシュケク、カザフスタン最大の都市、アルマトイを経て北に転じ、セベエを過ぎてロシアに入り、バルナウルを経てノボシビルスクに至る路線。ノボシビルスクでシベリア鉄道に接続する。建設工事の多くは1926年から行われた。シベリアとトルキスタン総督府を結ぶ。 鉄道構想は1886年には打ち出されたが、タシュケントとウラル山脈の都市、オレンブルクを結ぶトランスアラル鉄道の建設にとって変わられた。その後、アルマトイのドゥーマは1896年にトルキスタンシベリア鉄道の建設の是非を調査する委員会を立ち上げた。その結果、トルキスタンのンカをシベリアに輸送し、 シベリアの穀物をフェルガナ盆地に輸送するのに有効で中国との国境付近に軍隊を移動させるのにも有用なことが判明。1906年、帝政ロシアはバルナウルとタシケント北部のアルスを結ぶ建設を決定した。ロシア人技術者はステップや半砂漠地帯に鉄道を敷設する研究を進めた。1915年には ノボシビルスクとセミッパラチンスクを結ぶ区間がアルタイ鉄道として着工される。残りの区間はフランスの資金提供でロシアの民間企業が建設する予定であったが第一次世界大戦で計画は中断。10月革命以降10年間以上工事は中断される。またアレクサンドル・コルチャーク指下の白軍が1918年から1919 19年。 建設した1 4 0トルの区間は破壊された。残っていた1、4 4 2トルの前線が完成したのは第一次5カ年計画の期間中の1930年で鉄道建設を描いたドキュメンタリー映画、トゥルクシブが制作されるなど華々しく宣伝された。工事はイングリアを追放されたエストニア人やフィンランド人などスターリンによって グラグに収容された人々の手による、タシュケントからセミパラチンスクへの最初の機関車はアルマトイに保存されている。トルキスタンシベリア鉄道開通後、州で合流するカザフスタンの南北の幹線が開通した。1990年にはアルマトイとセメへの間のアクトガイ駅に新線が接続した。ここから東に向かうと、ドストクから中国に入り新疆ウイグル自治区の アヘイシャゲ、山口駅に至り、北強し線につながる。一方、西に向かうと、カザフスタンのバルハシやカラガンダに至る。ありがとうございます。